どうも、スノホリの森田コアです。今回はこちら KSR に来ました。どこですか KSR？ これですね、神立スノーリゾート。あ、神立スノーリゾートの略か。そうです。で、早速なんですけど、神立スノーリゾートといえばありますね。はい、オリオンコース、超急斜面。はい、去年ですね、最大斜度45度ということで、神立スノーリゾートのオリオンコースを紹介したと思います。はい。で、それに懲りずにですね、今回もちょっとオリオンコース滑りに行きたいなと思ってたんですが、ちょっと今コースがですね、閉鎖してるみたいで滑れません。残念。残念です。でも神立スノーリゾートはですね、急斜面が何個もあって、今回はヘラクレスというコースを紹介していきたいと思います。ヘラクレス。はい。こちらのコースの紹介をすると、最大斜度40度。おお。うん、これもね、相当迫力のあるコースだよ。40度って結構迫力強い。うん、迫力強い、違うな、迫力高め。うん、まあそうなんだよ。っていうことで、すごい斜度が急です。40度はで、平均斜度が35度。おお。なので最大斜度40度なんですけど、平均も35度ということで、平均して急な斜面になってます。楽しみだね。そうだね。なので今回はその神立スノーリゾートのヘラクレスというですね、コースを紹介していきたいと思います。ということで、ここで撮った理由はこのハッシュタグ KSR を撮りたかったっていうだけなので、はい、ちょっとヘラクレスというコースですね、移動したいと思います。はい、はい、じゃあちょっとあっち側ですね、移動していきましょうか。はい、じゃあ行きます。はい、ということで下に下ってきたんですけど、ここから今見える？あそこのカクンと落ちてるところがあると思うんですけど、そこからヘラクレスコースですね。カブトムシみたいだね。そうだね。おそらく神立スノーリゾートのコース名は全部星の名前。おしゃれだね。うん、だから昆虫の名前ではないんじゃないか。あ、昆虫ではないか。だからね、オリオンがあったり。あ、そうだね。そうそう、いろいろあると思うんですけど、星だね。星、カブトムシじゃなくて。うん、じゃあ早速進んでみます。はい。ねえ、どうです、ここですね。多分ここじゃないね、最大斜度は。うん、まだなんかあんまり急に見えない。あそこだね、あの落ち込んでるとこだね。こっから 50m ぐらい進んだ先に落ち込みがあると思うんですけど、うん、そこだわ。カクンって落ちてるところね。うん、そこまでまた降りたいと思います。はい、はい、今回は本当にここヘラクレスコースで合ってるんですか？合ってますよ。前回間違えましたからね。はい。え、前回間違えてないんだよ。オリオンコースあったんだけど、別のオリオンが45だったの。あ、そっか、オリオンが2個あったってこと。2個あった、なぜか。オリオン1とオリオン2でもいいのかもしれないけど。まあちょっと落ち込みまで行きたいと思います。はい。はい、ここです。最大斜度40度みたいです。どうですか？まあなんかね、最大斜度45度を知ってるからかわかんないけど、意外と急斜面じゃないかもしれない。うん、あれってちょっと思ったかも。でもね、滑ってみると、まあかなり急斜面かなと思いますんで、ここをね、果敢に攻めて滑っていきたいと思います。はい、うん、
めちゃめちゃ硬いね。硬かったね。ああ、これね、硬いって言ってもコースも冷や雪なのでめちゃめちゃ難しい。ボコボコしてたしね。うん、なかなかハードパックでしたよ。うん、うん、とにかく攻めるっていうのを大事に楽しく滑ってみました。結構下から見てる方が急に見えたかも。嘘、どう、こっから見る感じ。うん、なんか急に見える気がする。そうだよね、なかなかの大迫力なコースですね。うん、じゃあね、次は今こう落ち込む前、落ち込むぐらいのところから滑ったじゃん。うん、ちょっと全体通して滑りたいと思います。はい、よし、そしたら2本目いきたいと思います。はい、ということで上から、こちらのヘラクレスというコースをですね滑ってきましたけど、やっぱいいね、急斜面は。何がいいんですか？楽しいよ、やっぱここをね果敢に攻めて降りてくるっていうのがスキーの醍醐味でもあるかなと思いますんで、無理ない程度にですね皆さんもこのヘラクレスというコース、最大斜度40度平均斜度35度のコースを滑ってみるといいかなと思います。で、神田スノーリゾートは他にもかなり急斜面のコースがたくさんあります。ここだけじゃなくて、まあ前回去年ね紹介したオリオンというコースも最大斜度45度だし、かなり上級者向けのコースもありますので、ぜひ滑ってみてください。じゃあこんな感じで終わりにしましょうか。はい、はい、ではこの動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。